感謝3 days ボートレースバトルトーナメント、明日のセミファイナル目指し最後のトーナメント第12レースを迎えました。1号艇兵庫の鈴谷一平、2号艇福岡の日高逸子、3号艇静岡の徳増秀樹、4号艇佐賀の峰竜太、5号艇福井の萩原秀人、6号艇岡山の長谷川正和です。ホーム強い追い風、安定板をつけての戦い、1号艇は鈴谷一平です。 F2 ながら今日前走はトップスタートでした。風を読んでスタート感を研ぎ澄ます陰線です。2コースを伺っています。2号艇は日高逸子、変わらぬ強さ健在です。3コースには3号艇の徳増秀樹が入っていきます。そして4号艇峰竜太、強い風の中どう立ち回るでしょうか。シリンダーケースを交換して、さあ角4コースです。峰の隣5コースには5号艇の萩原秀人、6コース6号艇の長谷川正和が入りました。ボートレースバトルトーナメント最後のトーナメント第12レース、枠なり進入3対3のポジション固まりました。ホームは強い追い風、水面となっています。第12レーストーナメントインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。センターアウト勢が若干の好スタートですが、1番と2番も負けないスタートから1周1マーク、インから1号艇の鈴谷が先に回って3号艇の徳松、外行った、内側から2号艇日高と4号艇の峰の差し、スタートは前提正常でした。1番の鈴谷の内側に刺した2号艇の日高、そして4号艇の峰が並んでいます。1周の2マーク、先前体勢は4号艇の峰、続いて2号艇の日高、後続艇を避けながら1号艇の鈴谷は後ろになりまして、3番手は6号艇の長谷川が優勢と変わった。先頭は4号艇です、峰竜太、2番手が2号艇の日高、3番手6号艇の長谷川で2周1マークです。トップ旋回4号艇の峰、続いて2号艇の日高、3番手で6号艇長谷川がバックスレッチへと入ります。上位体系は4番、2番、6番です。その後方に3号艇徳増秀樹、その後ろは1号艇鈴谷一平と5号艇の萩原秀人が並んでいます。2周の2マーク、先頭4号艇の峰竜太、2番手2号艇の日高逸子、3番手が6号艇の長谷川、続いて3号艇の徳増、3番手6号艇の長谷川に近づいている3号艇の徳増、レースは最終周回に突入です。トーナメント第12レース、先頭に立ちました4号艇の峰、続いては2号艇の日高、3番手6号艇の長谷川で、それぞれバックスエッジへと抜け出します。上位の体系は4番、2番、6番で最終バックスエッジ、4、2、6、4、2、6の3連単の図は 163.7 倍です。先頭は4号艇の峰竜太、トーナメントここまで全て逃げが決まっていましたが、最後見せてくれました4号艇峰、2番手2号艇日高、3番手6号艇長谷川がキープです。4番五輪、2番五輪、6番五輪、5番、3番、1番の順で五輪です。